ちゃんとお呼びしたのに、あなた方が聞き逃したんでしょ？小汚い貧乏人は耳もお悪いんですか？住宅ローンの相談に来た俺と娘は、長時間待たされた挙句、副支店長にひどい言葉を投げかけられた。さらに、あなた方のような身なりの人たちに、当銀行はふさわしくないでしょう。お帰りください。と追い返そうとする。頭に来た俺は、この男に向かって言った。解約だ。ここの銀行に預けている金は、全部引き出す。それでもまだ、馬鹿にした笑みを浮かべていた副支店長は、金額を聞いて顔色を変えた。この瞬間、この副支店長のキャリアは終わりを告げたのだ。俺の名前は坂上秀俊。高校卒業と同時に建築業界に入り、以来ずっと大工として働いている。大工の仕事は主に木造建築、増築、リフォームがある。重い資材を運ぶために体力、筋力が要求され、さらに繊細な職人技術も必要な大変な仕事だ。この仕事はハードだし、汚れるしで嫌がられることもあるが、俺はやりがいと誇りを感じている。新築の家を建てていると、お客様が進捗状況を見に来ることも少なくないのだが、その時の将来を夢見てワクワクしている姿を見ると、そのワクワクを自分が作っているのだと誇らしい気持ちになる。その時にいつもありがとうございますと声をかけてもらえることも多く、やる気をもらえていた。完成した時のお客様の喜ぶ顔を見るのも達成感があっていいものだ。もちろん新築だけじゃなく、リフォームを依頼され伺うこともある。その伺った先の柱などに背比べの跡を見つけたりすると、自然と微笑みが浮かぶ。家での思い出は家族みんなの思い出だ。こういう何気ない傷などに大切な思い出が詰まっている。誰かの思い出の場所を作れるのは、俺にとって最大の喜びだった。だから俺は50歳を過ぎた今でも作業服を着て現場を走り回っているのだ。ある日の朝、俺が会社の事務所に出勤すると、娘の未来が何かのチラシを眺めていた。未来は去年結婚し家を出たが、今は俺と同じ会社で事務員をしている。おはよう未来、何見てるんだ？あ、おはよう、お父さん。これを見てたの。未来が見せてくれたそのチラシは、住宅ローンのチラシだった。なんだ？家でも建てるのか？そう尋ねると、未来は、ううん、と首を振った。そうじゃなくて、リフォームしようかと思ってるんだ。未来は、夫と二人で古い一軒家に住んでいる。いろいろと不便なことも出てきたので、リフォームで住みやすくしようと話しているそうだ。うちの会社でやればいいじゃないか。わざわざローンを組まなくても、融通は聞かせられるぞ。そう言ってくれるのはありがたいんだけど、なるべくお父さんに頼らないで自分たちの力でやりたいねって夫とも話をしてるんだよね。まだまだ子供だと思っていたが、いつの間にか一人前になっていたようだ。親の力に頼らず自分の力で何とかしたいという気持ちは俺にも覚えがある。なんだか頼もしいような、寂しいような、複雑な気持ちになった。お前も大人になったんだな。しみじみ言うと、未来は笑った。生意気言ってごめんね。でも、お父さんの気持ちは嬉しいよ。ありがとう。こういう物言い一つとっても、大人になったなぁと思う。じゃあ、せめて銀行のことだけは口出しさせてくれ。うちも世話になった信頼できる銀行があるんだ。うん、それはお願いしたいな。俺が銀行の名前と場所を教えると、未来は言った。
じゃあ今日の昼休みにでも行ってみるよ。え？今日すぐに行くのか？うん、思い立ったが吉日ってね。話だけでも聞きに行ってみる。まったくせっかちなことだ。そして昼休み、ちょっと行ってくるねと未来は作業着にパーカーを羽織って出て行った。銀行はそう遠くないので昼休みのうちには戻って来られるだろう。そう思っていたが、未来は1時間が過ぎても戻ってこなかった。未来さん、遅くありませんか？若い社員が時計を見ながら言った。そうだな、電話してみるか。スマホを出して未来にかけてみると、事務所の机の上で未来のスマホが音を立てた。あちゃー、未来さん、スマホ忘れて行ってますね。あいつめ、そそっかしいな、本当に。俺がため息をつくと、社員が苦笑いした。私、見に行きましょうか。そこの銀行ですよね。そう申し出てくれたが、断った。いや、俺が見に行ってくるよ。悪いが留守を頼む。そう言って、会社を出た。多分、銀行が混み合っているとか、そんなところだろうが、万が一事故に巻き込まれていると大変だ。銀行に到着すると、副支店長の名札をつけた男に出迎えられた。その男は、まるで汚いものでも見るかのような嫌な目で、作業着を着ている俺を眺める。見下すような態度が気に障ったが、中へ入って未来を探した。未来は、ポツンと長い椅子に腰掛けていた。客はまばらで、特に混雑している様子はない。未来。声をかけると、未来は顔を上げた。お父さん、どうしたの？どうしたのじゃないだろう。もう昼休みは終わってるぞ。俺の言葉に未来は驚いたようだった。嘘！ごめんなさい。なかなか呼ばれなくて待ってたの。まだ呼ばれてないだと？周りを見回しても、そこまで人がいるわけではない。あまりにも長い時間呼ばれないから、あそこにいる副支店長って人に聞いてみたんだけど、呼ばれたのに聞き逃したんじゃないかって言われて、それで新しい番号札をもらって待ってたの。未来が持っている番号札をこちらに示す。でも、こんなに時間がかかるなら、今日はもう帰ろうかな。ごめんね。お父さんにも来てもらっちゃって。そう言って立ち上がる未来を俺は制した。いや、せっかく来たんだから待ってよ。お父さんも一緒に待つから。でも。会社に電話してくるから、ここで待っててくれ。俺は一度電話をかけに外へ出る。電話に出た社員に銀行で話を聞いていく旨を伝え、未来のところに戻った。呼ばれたか？ううん、まだ。未来が持っている番号札は35番。今表示されている番号は34番だから、次は未来の番だ。しかし、今度も未来の番号は呼ばれなかった。36番の番号札でお待ちのお客様、窓口までお越しください。俺たちは顔を見合わせた。やはり番号が飛ばされている。これはさすがにおかしいと思い、先ほどの副支店長を捕まえて抗議した。なぜ我々の番号が呼ばれないんですか？さっきからずっと待っているんですよ。俺の言葉に彼は鼻で笑った。呼ばれているのをあなた方が聞き逃したんでしょう？大体。副支店長は俺を上から下まで無遠慮に眺め回した。失礼ながら、あなた方のような身なりの人たちに、当銀行はふさわしくないのでは？作業着で来るような貧乏人は、分不相応ですよ。完全にこちらを見下した、いやらしい笑みを浮かべながら言う。あまりに無礼な物言いに、俺は言葉を失った。隣にいる未来も、呆然と立ち尽くしている。我に返ったのは未来の方が先だった。
何よそれ。私たちが作業着だから、だから番号を飛ばして相手をしないっていうの？未来の言葉に副支店長はいよいよバカにしたような笑みを深くした。だからそれはあなたが聞き逃したんでしょ？それとも小汚い貧乏人は耳もお悪いんですか？この俺は今にも殴りかかりそうな未来を制していった。解約だ。ここの銀行に預けてある金は全部引き出す。目の前のこの男の言いように頭に来ていたが、あえて冷静に言った。ここでこいつを怒鳴りつけたりしても、恐喝だのなんだのと言いがかりをつけられて通報されるのがオチだろう。はあ？それはご自由にどうぞ。どうせ大した金額じゃないでしょう。もはや副支店長はこちらを見下していることを隠そうともしない。ああ、そうだな。全く大したことない金額だろうな。25億といえば、国家予算なんかに比べれば、微々たるものだろうさ。25億という数字を聞いて、副支店長は一瞬顔色を変えたが、またすぐに下びた笑いを浮かべる。信じていないのだろう。信じられないなら、口座を調べてみるといい。それでもまだ疑わしい目つきをして調べに行くが、戻ってきた時には青い顔をしていた。あの、これを全部引き出すと？震える声でそう言う。25億の預金が事実だと知って仰天したようだ。調べればすぐにバレるような嘘をつくとでも思っていたのだろうか。そうだ、解約だ。手続きをしてくれ。俺が言ったその時だった。お客様、どうなさいました？そう言いながら一人の男がこちらに近づいてきた。俺たちがここで揉めているのを見かねた他の行員が上の者でも呼んできたのだろう。坂上様？出てきた男が驚いた声を出す。竹野さん。その男は顔見知りだった。いらしていたんですね。ご無沙汰しております。彼は竹野さんと言って、以前会社の融資の件でお世話になったことがあった。聞けば今はここの銀行の支店長を務めているらしい。俺たちは応接室へ通され、そこで話すことになった。俺と未来、支店長の竹野さんと青い顔をした副支店長が席に着いたところで、竹野さんが切り出した。何やら揉めていると従業員から報告が上がってきたのですが、副支店長の市川が何か失礼なことを？竹野さんがちらりと横目で見ると、副支店長は身を縮こまらせた。俺は順を追って説明した。娘が順番を何度も飛ばされたこと、こちらが聞き逃したのだろうと言われたこと、作業着で来るような貧乏人はこの銀行にはふさわしくないと言われたこと。話を聞くうちに竹野さんの顔は青ざめていき、聞き終わる頃には逆に真っ赤な顔をしていた。申し訳ございません。竹野さんは立ち上がり頭を下げたが、俺はそれを止めた。頭を上げてください、竹野さん。あなたに謝ってもらうことじゃない。そう言って座ったままの副支店長を見ると、おろおろとこちらを見ているばかりだ。この後に及んでも自分が何をするべきなのかわからないらしい。そんな彼を見て竹野さんは怒鳴った。市川君、謝罪したまえ。坂上様は坂上工務店の社長で我が銀行の大切なお客様だぞ。自分で言うのもなんだが、俺はこの銀行のいわゆる大口の顧客だった。俺がこの銀行の世話になったのは父親の後を継いで会社の社長になった時だ。あの頃俺はなんとか会社を成長させようと躍起になっていた。それで試行錯誤した結果が、
IT 技術の導入だった。まだ建築業界の IT 化があまり進んでいない時代の話だ。昔からうちの会社で働いてくれている年配の職人たちは、そんな小難しいものと良い顔をしなかったが、なんとか解き伏せて少しずつ IT 技術を導入していった。まず解消したかったのは、なんといっても人手不足だ。現在建築業の需要は高まってきているが、それに反してこの業界で働く人口は減少している。今は良くても近い将来必ず人手が足りなくなって立ち行かなくなるだろう。そのためには業務を効率化させて仕事の手間を減らさなくてはならない。俺は会社に関する現場や経理などの資料をすべてコンピューターで管理するところから始めた。一度入力さえしてしまえば、見たい時に簡単に見られるし、伝達もスムーズだ。資料をパソコンやタブレットでいつでも見ることができれば、印刷の手間が省けるのでコスト削減にもなる。何にせよ、業務を IT 化して管理することで、顧客やお金、現場での工程の管理などがスムーズに進むようになった。最初は四苦八苦していた年配の職人たちも、今ではスイスイとパソコンを扱えるようになっている。今後はもっと便利な技術が出てくるだろうが、俺はそれらもなるべく早く導入していくつもりだ。この改革が功を奏して、うちの会社は急成長を遂げた。そして会社を大改革するにあたって融資をしてくれたのがこの銀行だった。当時担当だったのが現在の支店長竹野さんだったのだ。彼はいろいろと相談に乗ってくれて本当に世話になった。だからここなら任せられると信用して未来を送り出したのだ。しかしこの副支店長は最近移動してきたばかりで、このような関係を知らなかったらしい。いや、仮に知らなかったとしても、そしてこの銀行とうちの会社が何も関係なかったとしても、彼の態度は客に対するものではない。それでも竹野さんに叱責された副支店長はまだ言い訳していた。申し訳ありません。でも、番号はちゃんと呼びましたよ。間違いありません。その言い分にすかさず未来が反応した。作業着を着た小汚い貧乏人は耳も悪いのかってまだ言うんですか。竹野さんが目を向き、副支店長がヒュッと息を呑む音が聞こえた。未来、俺はたしなめたが、未来は不服そうだ。竹野さんはその場に膝をつき土下座の姿勢になったが、さすがにそれは止めた。竹野さん、やめてください。いいえ、部下の不始末は私の不始末です。本当に申し訳ございません。竹野さん、お願いですから立ってください。竹野さんはゆっくりと立ち上がり、少々お待ちくださいと言って内線で誰かを呼んだ。少ししてやってきたのは窓口にいた行員だった。突然呼ばれた行員は慌ててやってきて、応接室に揃っている俺たちを見て何か察したようだった。気まずそうな顔をしてうつむく。竹野さんが経緯を説明して、こちらのお客様の番号をちゃんと呼んだのかと聞くと、勢いよく頭を下げた。申し訳ありません。お呼びしておりませんでした。それはどうしてだ。竹野さんが厳しく問い詰めると、その行員は副支店長の様子を伺いながら話し出した。副支店長がそのお呼びしなくてもいいとそうおっしゃったもので。皆の視線が副支店長に集まる。名指しされた彼は慌ててその行員につかみかかった。貴様、よくもそんな。市川、やめろ。竹野さんが静止の声を上げたが、副支店長は止まらず、怯えた行員が叫んだ。も、
し訳ありません。でも副支店長が貧乏人は相手する価値がないから無視しろって。やめろ言うな。副支店長が暴れて収拾がつかなくなったので彼を一旦退出させて行員に話を聞く。落ち着いたところで話を聞くと、この行員は副支店長に、作業着を着てくるような貧乏人を相手にするのは時間の無駄だから番号を飛ばして無視するようにと言われていたらしい。申し訳ありませんと泣きながら頭を下げる行員を前に、俺は呆れるしかなかった。上司に言われたからといって客に無礼を働けるものなのか。未来、帰ろう。俺はもう何も言う気がなくなってしまった。あとはこの銀行内の問題だ。俺たちがこれ以上ここにいてもどうしようもない。竹野さんに見送られ、俺と未来は銀行を出た。ああ、住宅ローンの相談に行っただけなのに、とんでもない騒ぎになっちゃったね。帰り道、未来がぼやく。悪かったな。変なところを紹介してしまって。そう謝ると、未来は、お父さんのせいじゃないよ、と笑った。私こそ、迎えに来てもらってごめんね。仕事中だったのに。そうだ、戻ったらみんなに謝らないと。そうだな、二人で謝ろう。そう話しながら会社に戻った俺たちは、他の従業員たちに頭を下げたのだった。それから数日後、支店長の竹野さんが改めて謝罪にやってきた。あの副支店長は解雇されたようだった。どうやら俺たち以外の客にも同じようなことをしていたのが明るみに出たらしい。あの時、銀行で俺たちの騒ぎを見ていた他の客の中に、自分も同じような対応をされたことがあるという人がいたそうだ。その人はどこかの工場で働いている人で、作業用のつなぎを着て仕事の昼休みに銀行に来ていた。するとそれほど混み合っているわけでもないのに、なかなか呼ばれないので諦めて帰ったそうだ。そしてあの日、俺たちが揉めた日、仕事が休みだったので普通のジャケットを着ていくと、待つこともなくすぐに呼ばれたらしい。そして変だなと思っていたところに、俺たちの騒ぎを目撃して、もしや自分もと思い声を上げていた。竹野さんが他の行員全員に聞き取りをしたところ、あの副支店長は移動してきてからずっとそんなことをしていたと明らかになった。結果、副支店長は解雇、他の行員たちもほとんどが別の支店に飛ばされた。俺たちは、ああはならないようにしような。竹野さんが帰った後、未来や社員たちにそう言うと、未来は、当たり前じゃない、と笑った。お父さんがお客さんに対してあんな態度をとってたら、私がはっ倒してやるから。という、なんとも頼もしいお言葉をいただいた。社員たちも、そうですよ。社長が人を外見で判断するようになったら、私たちも黙っていませんからね、と笑う。こうして言い合えるのも、俺たちの間に確固とした信頼関係があるからだろう。人はいつでも正しい判断をして正しい行動ができるとは限らない。だからこそ、周りの人間と協力して少しでも良い選択をしていかなければならないのだ。俺には道を間違えそうになった時に叱咤してくれる人たちがいる。それはとても幸せなことで、俺も他の人にとってそんな存在でありたいと、そう思うのだ。